はい、ということで皆さん DIY 次はね床張り編ということで、今日はこのキャラバンの床を張っていきます。で、今日からね、以前から DIY を見てくれてる人は分かると思うんですけど、あの畑でずっと僕ら DIY したんですね。そしたら畑が雨とかの影響でできない日があって、なんとね、工場を貸していただけるということで、工具もめちゃめちゃ揃ってる工場を借りることになりました。いや本当にもう感謝っていう感じなんですけど、今日からね、工場で DIY を始めていくんですけど、今日は、このキャラバンの床をね、張っていきたいと思います。キャンピングカーで車検を通す際に高さ160センチっていうのがあるんですけど、キッチンの前ね、水事設備キッチンの前っていうのは160センチ取らないといけないので、その160センチのために床をね、薄い板で張っていくので、今回はね、9ミリの合板を購入してきたんで、それで床を張っていきたいと思います。おお、楽。型を取ります、これで。あー、本当にカッターなりで、カッターで、ハサミで切っていきます。ということで、こんな感じでね、段ボールで型を取りました。で、今からこれを、板に当ててね、ジグソーで切っていくんですけど、まあ、ちょっと段ボールなんでね、まだここら辺とかね、今入ってるんですけど、木にしたらしっかりはまんないとかあるんで、まあ、微調整しながら、床をね、作っていきます。型はね、今取ったんでこんな感じで、今からね、これを切って1枚目を作っていきます。見てみます。ここですね。ここが当たってるんで、あと切ったら入るか。はい、こんな感じでね、1個目が入りました。結構ね、やっぱ綺麗にいきました。段ボールで型取ったんですけど、いい感じです。で、次の2枚目に入るんですけど、2枚目はさっきの段ボールを反対にしてね、型を取ってこの隙間分測ってね、切っていきます。で、あそこの逃がしはまた後で考えます。こっちはそのままでいけると思うんで、合板そのまま。あとはね、こっちが当たるんで、ここをカットして2枚目一応終わりになります。再チャレンジ。はい、ということでこんな感じでね、2枚目まで終わりました。だいぶ綺麗にいきました。この隙間なく、めちゃくちゃいい感じです。で、あとはもうね、3枚目は1枚張りで、ちょっとね、ここだけ当たるんで、ここだけ抜くんですけど、最強助っ人さんがやってくれてますめちゃくちゃ早く進みました。いやー、もうやっぱね、工具がめちゃくちゃ大事で、畑でやってたんですけど、僕最初だいぶ進みました。あとね、こっちは1枚張りであそこだけ抜いて、あとあの奥はね、まあ、端材をはめるっていう形ですね。わー、2人めっちゃ完璧で感じにできてきましたほぼ助っ人にやってもらってる。おー、来た。今日でデイ、もう板張りはでも、あ、じゃあ床張りは2日目でございます。さあ、今日も頑張っていきます。このね、エンジンルームのカバーを外して、今から板をね、かたどっていく。こんな感じでね、エンジンカバーがあるんで、はい、こんな感じです。これで大体の型を取ります。
これもうこれしかないんで。止まんないよ。あ、ちょっとあれか、でかいか。調整だな、あとはめてみて。食べてみます。ちょっと、はまるか。おお、めっちゃいいじゃん。いい感じ。ここを、後からね、気づいたんですよ。はい、これ、ガソリンのね、ポンプが入ってますよ、ここ。だからなんか壊れた時に発生するように、この丸穴と四角を抜いて抜けるようにしました。はい、ということで床がね一応完成したんですけど、まあここでですね問題が1個あるわけです。さあ、高さ160センチがこのキッチンの前取れているのかっていうのが問題になるんで、一回測ります。待って、あー162.4 ぐらいここら辺もちょっといけるかやってみる。ここら辺がいけるか。161ぐらい。ここをねできるだけ薄い板にして9ミリにして、上も9ミリにして、ギリいけるかどうかいける。はい、ということでこんな感じで床張りはね今日の作業で以上になります。でまた次回は、上のね断熱が途中なんで、断熱をしながら、天井のはめ板を張っていきたいと思います。Cause you're feeling you cannot hide.